皆さんこんにちは。シスコシステムズの中村です。本日は5分でわかる暗号化通信が丸裸 SSL ディクリプションについてご紹介させていただきます。まず皆様にお願いがございます。暗号化通信にはセキュアな情報がたくさん含まれておりますので悪用厳禁です。マルウェアや脅威からシステムやユーザーを守るためにぜひ使っていただければなと思います。ではなぜ SSL デクリプションが必要なのでしょうか。現在インターネット通信の約9割が暗号化通信の時代と言われています。例えばフィッシングサイトの約5割が暗号化通信 HTTPS を利用していると言われています。ですのでマルウェア感染や情報流出時も暗号化通信経由というのはですね、現在非常に増えてきております。こんな暗号化通信を SSL デクリプションで複合することによって検知や防御が可能になります。ですので現在のインターネット環境では必要不可欠の技術と言っても過言ではないのかなと思います。では今回の利用シーンと構成のご説明です。社内端末とインターネット間の暗号化通信 HTTPS を複合し、マルウェアや不正な通信がないか確認やブロックする方法について FDM 管理の FTD を利用してご説明させていただきます。では早速ですがデモを見てみましょう。まず FTD にアクセスし、ポリシーズから SSL デクリプションの Enable SSL デクリプションボタンを押します。デフォルトで証明書がございますのでこちらダウンロードしておいてください。後ほど利用いたします。またプレデファインドルールでセンシティブデータ、例えば金融系や健康系のサイトのデータは複合しないというですね、設定もございますので、URL フィルタリングのライセンスをお持ちの場合は、こちら有効化してから、イネーブルをお願いいたします。次に SSL ディクリプションを行う対象通信について定義いたします。今回は、オンラインストレージの通信を複合してみようと思います。まず、任意の名前を入れてあげまして、URL からストレージをクリックして OK ボタンを押してあげます。はい。で、これでオンラインストレージ宛ての通信がデクリプトされる状態になりました。あとは設定のですね、デプロイボタンを押していただいて、デプロイ Now を押していただければ設定の適用は完了でございます。次に端末側に移りまして、まず証明書をインストールします。先ほどダウンロードした FTD の証明書をダブルクリックいたしまして、この証明書のインストールを行ってください。現在のユーザーからですね、証明書のストアを、信頼されたルート証明機関を選択していただいて、完了となります。はい。これでインポートは完了です。次に、お使いのオンラインストレージにアクセスします。こちらは私が愛用しているストレージとなるのですが、例えば、ニューボタンを押していただきまして、ファイルのアップロードから、マルウェアエイカーテストのファイルをアップロードしています。はい、エラーで失敗してしまいました。アップロード中にですね、FTD の方でマルウェアを検知してブロックしていることによってですね、アップロードが失敗したことがこちらの画面からもわかるかと思います。では、FTD のデバイスログも見てみようと思います。モニタリングをクリックいたしまして、マルウェアから、マルウェアブロック。こちらの例のように、エーカーのファイルが一つブロックされていることが確認することができます。また、スレッズを見ていただきますと、今回の場合は、ポリシーアザー、エーカーテストストレングダウンロードアテンプトというですね、IPS の脅威検知が発動していることを確認することができます。イベントをクリックしていただきますと、より詳細なイベントログも確認することが可能でございます。では、最後に運用時のポイントのご説明です。4つご紹介させていただきます。まず1つ目、証明書をクライアントにぜひインポートしてください。インポートしなくても解読は可能なのですが、クライアント側で信頼できないサイトの警告や表示崩れの発生原因となりおります。また2つ目、暗号化通信の複合と中継を行うため、パフォーマンス影響が大きい機能となります。
まあ、ですので3つ目4つ目、プライベート通信の複合は避けたりとか、複合する通信の無理張りっていうのをですね、ぜひつけてください。例えば評判の良くないサイトや国外との通信の複合を優先し、信頼できるサイトやマイクロソフトさんのアップデートといったですね、通信やバックアップ通信などは複合しないのようなですね、メリハリ付けが大事となります。ご視聴ありがとうございました。今後も役立つコンテンツを継続投稿していきたいと思いますので、ぜひ高評価やチャンネル登録していただけますと嬉しいです。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。